それでは表題の文献を丸山が紹介します。はい、でまあ、この文献はデータを擬似的にこう拡張するというかっていう、まあ、手法を提案している論文です。まあ、ここで取り扱っているのは翻訳タスクですね。ニューラルベースのモデルの、まあ、翻訳の時に、まあ、データを拡張していく方法です。で、今回その手法のポイントになっているのが、まあ、このソフトにこうまあ、言語モデルを使って、まあ、そのソフトにまあデータ拡張っていうのを行ってあげるっていうような手法 で、まあ、これを使うと、まあ、データが少ない場合多い場合、まあ、どちらにおいても、まあ、既存のこの拡張手法を上回る性能っていうのを達成できましたというような内容です。はい、で早速、手法なんですけど、この図がまあ一応全てです。で翻訳の時に使うのは、まあ、エンコーダーと、まあ、デコーダーがあるんですけど、まあ、デコーダーも同じこう図になるんで、まあ、エンコーダーだけここでは取り上げています。で、まあ、ここより上が、まあ、一般的なエンコーダーです。基本的にこの X0 から N までの単語をワンホットでエンベディングレイヤーに突っ込んであげて、まあ、それをエンコーダーに加わすというような形です。で今回提案しているのが、まあ、ここから下のところになってて、言語モデルの出力を、まあ、確率的に選んで、その出力の分布をそのままこう、ワンホットの代わりに、突っ込んであげるというような形です。で、まあ、注意が必要なのは、まあ、言語モデルの入力の時は、まあ、ここの入力と1トークン分、右にずれてます。言語モデルは次の単語をこう予測するというタスクを解かせるので、まあ、この X1 に相当するような分布を得るときにはこの X0 の入力 X0 を入力してその出力が、まあ、X1 に対応する、出力分布になるというような形です。で、まあ、今の話を、まあ、式にすると、まあ、そんな形になります。はい、っていうのが提案手法です。で、比較の対象になるの今回は6つあります。で、まあ、1つはまあ使わないそのまま、今の拡張何も拡張しないっていうのが1つと、あとはスワップって言って、まあ、あるウィンドウサイズを決めてその中で単語の順番を入れ替えてあげるっていうものです。なんで、まあ、バックオーバーズ的には何も変わらないです。で、3つ目が、ドロップアウトです。単語を、削除するっていうようなやり方です。で、残りの3つがこちらになってて、1つは、まあ、マスク隠してあげるっていうような形です。まあ、削除とは間違っていて、まあ、ここに何らかの単語が入りますみたいなのがちょっと一緒に情報が入っているっていうような形です。で、あとは、まあ、ユニグラムの頻度分布に、まあ、基づいてこうランダムにこう選んで置き換えてあげるっていうのと、これで最後のが多分一番提案してる手法に近いんですけど、まあ、言語モデル使って、単語を選ぶんですけど、まあ、ここではまあ結局その出力分布に基づいて1個だけ選んで置き換えるんで、入力がワンホットになるっていうところがまあ違います。はい、で、データセットは、この2つ、まあまあ、3つの言語から英語に翻訳するのと英語からドイツ語の、データを使います。で、モデルは、その言語モデルの方も、翻訳モデルの方も、トランスフォーマーをベースとした、構造になってます。で、このリプレイシングプロバビリティっていうのは、まあ、さっきのこう、提案手法とか比較の手法を挙げたんですけど、まあ、そのどのくらいの割合で、その手法操作を突っ込むかっていう割合がまあこういくつかあって、まあ、それぞれの手法に応じてまあベストなものっていうのを選んであげます。で、結果がまあこちらです。で、まあまあ、4つのデータセットと、縦にこう手法が並んでて、で、まあ、ブリュースコアが書かれているんですけど、提案手法が、まあ、他の、手法に比べて、まあ高い、まあ、どのデータにおいても、まあ、高いスコアが得られているっていうのが分かります。で、
最後にその入れ替える割合っていうのを変化させているんですけど、なんか既存の手法だと、まあ、ある程度こう増やしていくと、まあ、どんどん元の分とは違くなっていくので変わる、下がっていくんですけど、まあ、提案している手法だと、割とこう安定して、まあ、スコアが上がっていくっていうような傾向があります。はい、で、まあ、まとめです。まあ、今回はそのデータ拡張の手法っていうのを提案していまして、他の手法と比べると、まあ、ソフトに、まあ、出力の分布をそのままこう突っ込んであげるというところが、まあ、ポイントになってて、まあ、そうすることで、まあ、データの量に、まあ、少ない場合多い場合どちらにおいても、まあ、他の手法を上回る性能を達成できましたというような内容です。はい、以上です。